ノースフェイスの大人気ジャケット、マウンテンライトジャケットの知ってはいけない真実をね、お伝えしていきたいなと思います。めちゃくちゃいいんやけど、めちゃくちゃ微妙なとこもあるんですよ。だから、まず最大のやっぱデメリットっていうと、はい、本日ですね、ノースフェイスの大人気ジャケット、マウンテンライトジャケットの知ってはいけない真実をね、お伝えしていきたいなと思います。ということで、先日僕、これを購入されてる方々に、マウンテンライトジャケットのいいとこと悪いとこってどんな感じですかって言って教えてもらったんですよ。それはノースフェイスのマウンテンライトジャケット今から買いに行こうと思うんやけど、店員さんに聞いて、このジャケットいいですかねって聞いたら、これめちゃくちゃいいんですよ。っていう風に決まってるじゃないですか。ほんなら実際問題、僕らみたいにこうやって買った人がどう思うんかっていうのが、僕の主観ではなくて、この僕のフォロワーさんの主観でこういう声が多かったですよという非常に有益な動画を今から撮らせていただきたいなというふうに思っておりますので、そんな話をしていこうと思います。ではですね、このマウンテンライトジャケットね、めちゃくちゃいいんですよ。めちゃくちゃいいんやけど、めちゃくちゃ微妙なとこもあるんですよ。だからもうマウンテンライトジャケットを買っちゃったっていう人はちょっと見なくてもいいかもしれない。で、今後買おうと思ってる人、もしくはいや買ってんねんけどめちゃくちゃわかるあるあるやんなっていう風に思っていただける方はね、見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、知ってはいけない真実っていうことなんで、まずは実はデメリットが結構ありますので、そこからお伝えしていきたいなと思います。それ踏まえた上でいいところも言いますので、いいとこ聞いて、これは確かに店員さんもいいとこ言うよね。でけど、実際買ってきた僕らからしたらいいとこってこんまはここなんですよっていうのもあったりするので、僕も勉強になりましたんでお伝えしていきたいなと思います。まず一つ目っていうのがですね、これ以前ね僕も言ったことあるんですけど、デメリット、まず最大のやっぱデメリットっていうと、これ何個か上がってくるんですけど、まず一つ目っていうのがボタンですね。この前身頃のところのボタンっていうのが、このファスナーしてくれるじゃないですか。あ、めっちゃいいよ、マウンテンライトだけどめちゃくちゃいいやんと思ったんやけども、一番上まで例えば閉めたとします。その時に問題がここ出てきました。閉めてええんやけど、あ、これ前プラプラしてるからめんどくさいな、ちょっと閉めどこかと思った瞬間に、ここ閉めて、あ、ここも閉めて、あ、この上も閉めて、あ、ここもまたプラプラしよう、あ、ここも閉めて、ここも閉めて、あ、ここも閉めて、で、あ、また最後下も閉めてみたいな、このボタンがめちゃくちゃめんどくさいっていうお声非常に多かったです。で、脱ぐときはね、こんな感じでポン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 って脱ぎやすいんですよ。ポン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 って脱いでいけるんやけども、結構つけるのがめんどくさいっていうのがあって、どういう時につけるかっていうと、例えばご飯屋さんとかカフェとか行った後とかにこんな感じでね、脱いでるじゃないですか。あの、ありがとうございました、また来ますなんて言って、こうやってパって来た時に、さっそよくね、パって羽織ってね、で、大体そういう時テニスの人お見送りしてくれてるんですよ。で、ありがとうございます、また来ますって言って、これで行きたいんやけども、また行きますって言った後ずっとこうやってパチパチしとかなあかんっていうね、これが邪魔くさいんですよ。だから結構皆さんボタンめんどくさいよっていう方が非常に多かったです。で、それ以外に多かったお声っていうのが、これはちょっと見た目的な問題なんですけど、スタイルがちょっと悪く見えるっていうところがあったっていうお声がありました。僕今回パッと持ってるやつ出したんですけど、大体2019年ぐらいから2022、3年ぐらいまで春秋春秋って言って買ってるので、結構こんだけ種類があるんですけど、全部同じなんですけど、今年のシーズンもそうなんですけど、着丈がねやっぱり長いんですよ。少し長めっていう感じなんで、これはどういう風になるかっていうと、僕あえてこう今パンツちょっとデニムでゆったりしたデニム履いてるから、そこまで分かりづらいと思うんですけど、ちょっと細めのパンツ履いたりとかするとすごいスタイル悪く見えるんですね。めちゃくちゃスタイル悪く見えて、僕一応178あるんですよ。だけどこのシルエット感見てあんま背高い感じしないじゃないですか。だからちょっとスタイルが悪く見えるんちゃうかっていうお声も非常に多かったんです。それやったらもうちょっとショートだけのスッキリしてる方がスタイルいいんちゃうかっていうお声が多くて、次に多かったまで、ね、何が多かったかっていうと、これめちゃくちゃ多かったけど、とにかく人と被る。そうですよね、これよく見る。マウンテンライトジャケットってだいたいイオンモールを行ったら一人は着てますからっていうぐらい見て、僕の家近くにね、あのアリオっていうのがあるんやけども、アリオでも絶対一人はいてるから、あ、マウンテンライトジャケット、あ、またマウンテンライトジャケットっていうぐらい、絶対土日行ったら一人は見るっていうぐらいめちゃくちゃ多いので、とにかく被ります。で、特にこういう色味ってノースフェイスっぽい色味なんですよね。で、他はまあパタゴニアとかでも見えへんし、モンベルとかでも見えへんから、この色見て、このロゴ見た瞬間やっぱりなってなるぐらい、とにかく人が被ってるっていうのが多いし、あと僕は持ってないんですけど、カーキ系ね、オリーブっていうのかな、こういう色味、この色味も持ってる人非常に多いので、まあ、被るのはもう前提としてしゃあない。もうこれも被ってもいいって思う方はねいいんですけど、いやちょっと人と違うファッションしたいねんとか、人と同じような感じがあんま好きじゃないねんっていう方なんかは、もし買われる際は、例えば僕が今着てるようなちょっと落ち着いた色味とかの方がノースフェイスっぽくないというか、そのノースフェイス感がちょっと出づらいのでいいんちゃうかなと思うんですけど、次おすすめの人に出すときに、むしろ逆にカラーがいいっていうお声もあるんですよ。だからそれは人によって違うんやけど、まあ、今回のデメリットで言ったらそういうとこって人と被るっていうことが多かったです。で、次にお声があったっていうのが、これは着ていかな分からへんなっていうところなんですけども、この首元系に結構多かったんですね。まあ具体的にどういう感じなんかっていうと、ちょっと僕、上まで着ていくと、なんか首元に少し余裕があるっていうお声が多くて、まあ、特に首がちょっと長めの人っていうのかなっていう人は、結構この辺りに隙間があるんですね。で、春の風とかって結構寒いじゃないですか。で、その春の風とかが結構入ってくるんです。それでいてプラスこの古
フード見てください。フードがちょっとペタンとなるっていう、これがもうマウンテンライトジャケットのこうデメリットでもあるんですけども、他のねジャケット見てください。全部ほら見て、このフードペタンってなってるでしょ。この水色のドラえもんのやつも見て、フードペタンってなってるでしょ。でフードペタンってならんジャケットあるんかいっていう話なんやけども、一応なりにくいのがあって、マウンテンライトジャケットには搭載されてないんやけども、最近こういう感じでこういうコードが入ってるやつあるんですよ。でさらにこれを加工してるやつ、ここ加工して硬くしてるんですね。何枚かにして硬くなってるから折れにくいっていうのがあるんですよね。混乱があったりしたらいいんやけど、これはアークテリクスですけどね、やったらフードがこう立体的にこう立ちやすいような感じになってるんですけど、ノースフェイスのこのクライムライトじゃなくてマウンテンライトジャケットにはそれがないので、こうフードがちょっとペタンとなりやすいっていうところがまあデメリットになってくるんちゃうかっていうお声もありました。あとそれ以外にやったらポケットの位置ですね。ポケットの位置が妙に高いっていうね。ポケットに手突っ込んで歩こうなんかにしたらちょっとこの違和感あるで、こんな上の高いところでポケット手入れてるやつあんまおらへんから、大体ポケットの相場ここなんですよ。だけどここに入ってるってことがちょっとこれどうなんかなっていうことで、あくまでこれはタウンユースとして着るっていう前提ですよ。登山行くとかって言ったら話変わってくるから、登山用としてはこれめちゃくちゃいいらしいんですね。でなんでなんかっていうと、こうリュックがあるじゃないですか。でこうリュック背負ってますと、で前の身頃っていうか前のところはこういう風に磁石でパーンって止めましたと、ここのところにも、登山用ってあるじゃないですか。でその登山用ってここ止めた時にポケットが干渉しないらしいんですよ。だから登山するのはめちゃくちゃいいけども、僕の視聴者さんで登山してる人って言ったら1割ぐらいちゃいます。結構少ないと思うんですけど、僕の通ってるジムのねサウナで前よく会う視聴者さんに関しては登山行ってはるので、その方ぐらいかな、僕が知ってる中では。結構登山されてる方少ないんですけども、登山では生きるんかもしれんけど、じゃあ待ち切れ着ようっていう時にポケットの絶妙な位置の高さっていう、ね、ちょっとこの肘が掘り出されるちょっとかっこよくない感じがちょっと微妙だなっていうお声もありました。であとはですね、まあちょっとこれ仕方ない部分ではなるかなと思うんですけど、騎士が思ってるよりもちょっと薄いっていうお声があって、これはどういう人が感じる声かっていうと、初めてマウンテンライトジャケットを買う人は特に思わないんですよ。生地が薄いなんていうの全く思わない、むしろこれ頑丈ちゃうかって思うんやけども、そうなんですよ。もう一個のねこれを買っちゃった時に思うんですよ。っていうのもなんでなんかっていうと、これ70デニールっていう、まあ、生地の重み厚みなんですね。で70デニールでしょ、こっち150デニールでしょ、だから倍の重みというか厚みがあるんですよ。って考えたら、マウンテンジャケットことラオジャケットを着た時にはそら生地張り腰あるししっかりしてるってなるし、もっと言うなら首の高さもあるから首から風が入ってこうへんとかってなってくるんやけども、ちょっと一回これも着てみましょうか。まあもうこれはね完全に仕上がってるから、もうラオジャケットって勝手に呼んでるんやけども、ほんまにラオなんですよ。ラオのごとくもう付け入る隙がないっていうぐらい、もう完璧に仕上がったジャケットになってますので、まあこれを持ってる人ってか、だいたいマウンテンライト行ったら次これ行くんですよ。ほなもうラオでええやんってなってくるから、もうライトいらんわってなってくるんやけども、まあ多分そういうお声が多かったということになってます。このあたりに関しては僕も今まで動画出してる中で、まあ、そんな大きな違いってないと思うので、まあ例えばボタンがめんどくさいとか、あとまあスタイルがちょっと悪く見えるとか、まあそれ以外にも人とよく被っていくとかね、まあ、このマウンテンジャケットと比べるとやっぱり見劣りするっていうところはもうこれはいつも通りかなと思うんですけど、いいって感じるところはやっぱこれ人それぞれ違うなと思って、僕は逆にいいと思わへんかったところもいいっていう人いてたんですよ。でそれは何なんかっていうと、やっぱカラーが豊富っていうところね。このカラーのラインナップ見てくださいよ、もうめちゃくちゃいろんな色あるやんっていう感じで、僕は基本的に自分に似合う色しか買っておりません。だからパーソナルカラーが僕の場合暗い色とはっきりした色が得意なので、もうそういう色しか買ってません。で特に黄色オレンジ系が得意なので、そんな色ばっかりです。で逆に青系が苦手なので、青系は1個しか買っておりません。これはまあ動画用として買っただけなんで、一切街中で着るつもりないんですけど、そういうね自分に似合う色があれば、このコーディネートが幅が広がるっていう風にお答えいただいてる方がいらっしゃって、まあ、僕はこれがどんだけ似合わへんかって感じなんですけど、まあパッて見ていただけたら分かるでしょう。あれ確かにさっきのオレンジより全然似合ってないって思うじゃないですか。やっぱ似合う似合わへんってあるので、まあその辺はちょっとね見ながらっていうことなんですけど、プラスもう一個いいところがあって、何なんかっていうと、やっぱり毎年デザインっていうか、まあ、カラーが新色で結構出てくるんですよ。だから例えばこの黄色はちょっと着づらいな、さすがにちょっと消防士みたいなと思うけど、これぐらい落ち着いた黄色やったら着れるんちゃうかなっていうのって、ちょっと半年待てば秋に出てきて、でその半年の秋で一応微妙やったらもう半年待ちましょうって言って、春の2月ぐらいになったらまた出てくるんですよ。だからそれは自分のこう好きなカラーとかっていうのが豊富に出てくるので、このワインのように寝かせるというかね、ちょっと今年は一回ちょっと秋は寝かしといて春まで待とうかっていうのも結構面白かったりするので、今年何色出るんかなっていうのもね楽しみになってくるかなと思います。ただまあ最近に関してはある程度人気のカラーが出続けてるっていうような印象なんですけど、そういう風にカラーをいろいろ選べるっていうのは楽しいですよね。コーディネート広がりますよね。しかも性能の良さはもう分かってるから、もうあとはカラーの違いが欲しいだけやから、そういう方にはいいんじゃないかっていうところで定番で出てるっていうのはありがたいと。あとそれ以外にやったら、やっぱりあくまでこの位置づけって入門的な位置づけなんで、気軽にねゴアテックスを楽しみたいっていう方なんかにはねいいんじゃないかなっていうお声をいただいたりしておりました。でそれ以外にやったら、そんなに難しいことは何も考えんでいいと。とにかく今見てください、ジーパンに無地の T シャツ着て羽織ってるだけ、これで OK って感じなんで、まあ、そんなに難しいこと考える必要ないよねっていうところで、まあ、着とけば OK っていう風に仕上げてくれてるのがいいよねっていう。ちょうど春頃になったりしたら、この間インタビューもしましたけど、春の
ウターで皆さん何欲しいですかって言ったら、やっぱりマウンテンパーカーが最も人気あったんですよ。考えた時に着とけばいいマウンテンパーカーって何ってなったら、やっぱこれになってくるので、まあいいんじゃないかっていうお声もいただいておりました。でそれ以外にやったら、僕これはね邪魔くさいと思ってたことなんですけど、何なんかっていうと、ジップインジップができるっていうことで、多分これを買う理由として、マウンテンライトを買う理由としてジップインジップをね上げてはる方いらっしゃると思うんですよ。こういったね専用のやつがまた売られてるんですよね。フリースバージョンもあるしダウンバージョンもあるんですけど、これをガッチャンコすることができて、なおかつこれは視聴者さんがいただいたお声です、この正規のノースフェイスのインナーではなくてユニクロとかワークマンでもいけますよっていうことになっておりまして、具体的にどのアイテムがいけるかっていうのは僕はあんま知らないんですけど、見方があります。具体的にどうやって見ていくのかっていうとね、簡単で、要はこの外のファスナーと内のファスナーがあって、内のファスナーですねをこのようにガッチャンコ合わせるんですね。でガッチャンコこうやって合わせていくっていうだけなので、ファスナーのサイズが合ってれば、この逆側もガチって合わせてあげて、ここビューってファスナー通してあげれば勝手にひっつくと。そうすることによって物理的にこれはマウンテンダウンジャケットと同じになるんじゃないかっていう説を僕以前唱えたことあるんですけども、まあ、こういうことになってるんですが、結局一緒なことは何っていうと、これはねここのファスナーの号数を見るんですね。号数つまり大きさがあるんですよ。でその号数なんかどこから見たらいいのって感じだけど、ファスナーの後ろ側にねこんな感じでなんか書いてあるんですよ。はいはいはい、なんか書いてるねって感じなんだけど、この YKK の下に 5VS って書いてあるんですね。でこの 5VS って書いてるところが5号っていう大きさなんですよ、サイズのこと。で大体5号のファスナーってどんなもんかっていうと、普通の服大体5号です。だから皆さんが一般的にスターバックス行った時に大体何のサイズ選ばれます？大体トールちゃいます？もうそうなんですよ、大体トールサイズ選ぶでしょ。間選ぶじゃないですか。で実はファスナーにももう一個下があって、まあもっとまた下あるんだけど、3号っていうのがあったりするんですね。で3号ってどんなもんかっていうと、よく絡むやつ、よくなんかグッてファスナーが壊れたりとか絡んだりするちょっとちっちゃくなってるやつで、わかります？これが3号なんですね。でこのサイズになってくると、よく、引っかかったりこう絡んだり潰れたりするっていうのがあるんやけど、まあ、その代わり持ち運びしやすいとか畳みやすいとかっていう良さがあるんやけど、そういう3号があります。スタバでもショートはちょっと物足りひんなと、サクッといくぐらいだったらいいけど、やっぱりちゃんと飲みたいとトールサイズ欲しいじゃないですか。でも次グランデまで行ったらいらんなってなるのと一緒で、ファスナーも8号っていうのがあるんですよ。で8号までなってくると、このようにマウンテンライトジャケットの大きさはこれ5号ね、5号のまあトールサイズですよ。これ見てください、グランデの8号になったらちょっとでかいなってなってくるじゃないですか。でいやいやちょっと待てよと、俺結構スタバ行ったらグランデ頼むでっていう方いらっしゃるんですか。もうその人は僕気が合わない、もうその人はもう必ずグッズと一緒、8号やから出てってください。大体みんな5号使うんですよ。で5号使うってことは、ファスナー見てもらって、これがユニクロとかそんななんとかと関係なく、ファスナーの規格って一緒なんで、5号なのか8号なのかって見てもらって、あこれ5号ってことはジップインジップできるよねって思っていただければ結構なので、ジップインジップ要は中には入れるけど、正式的なジップインジップっていうのはこれは違うんですよね。これはノースフェイスの店員さんに聞いてもらってもいいんですけども、さらにこの袖口も止めることによって、この脱いだ時にこの袖口がビヨンってこうやってあのダウンだけ袖口くるみたいなね、でこういう感じになっちゃうみたいな、でわー結構ジップインジップしたけどむちゃくちゃなってるっていう事態が起きないように、袖も止めれるのがジップインジップなんやけども、まあ一般的な人ってここさえ止まればいいと思ってるから、まあ、ここを止めれるっていうところで言うと、ユニクロとか、ワークマンとかも対応してるよねっていうことになってます。まあ、ちなみに僕が作ってるこのフリースとかもこれガッチャンコできるんですよ。なんでかって言ったらファスナーが一緒やから。 YKK の5号なので、別にマウンテンライトに合わせて作ったわけじゃなくて、さっきも言ったけど大体みんな5号なんですよね、基本使うってなったら。でこのようにファスナーを合わせてもらって、このようにギーってつながっていくんですね。ただジップインジップ用に別に僕作ってるわけじゃないので、最終のところの長さが変わってるんですよ。最終ここまでしかマウンテンライトはジップないんやけども、僕のやつはもうちょっと首高いからファスナーがね 2,3 センチぐらい足りてないっていう状態になるんですけど、まあ、とにかく5号やったらいけるよっていう風に思っていただければねいいんちゃうかなと思います。で僕個人的にこのジップインジップってねほぼしないんですよ。なんでかって言ったら、別々にレイヤーしたらよくねって、重ね着したらよくねって感じなんやけど、まあ、人によったらこのジップインジップで使ってるって方もいらっしゃるので、まあ、これは人によるかなって僕は全く思わなかったけど、結構多かったんですよ。しかもジップインジップがいいっていう人が多かったから、気軽にあの家にあるもの、ワークマンでも何でも、僕のフリースでも何でもいいけども、あるもので5号で合わせちゃいっていう。だから極端な話、さっき言ったダウンジャケじゃなくてヌプシとかも多分繋がるとは思います、5号やから。でそれ以外にやったら、やっぱり洗濯が楽ちんっていうところがねいいって言ってはる方も多かったです。で何でなんかっていうと、例えばこういうマウンテンパーカー系ってシエラデザインとかって元祖のマウンテンパーカーがあるんですよ。アメリカで元々シエラデザインがマウンテンパーカー始めてノースフェイ
ですとかいろんなアウトドアブランドが始めたっていう歴史があるけども、そのシエラデザインって64クロスって言ってコットンもちょっと入ってるんですね。コットンがちょっと入ることによってすごい撥水性とかあるんやけども、洗濯するとちょっとシワになりやすいっていうのがあったりするんですが、これ言ったってナイロンやからなんぼ洗濯したってあんま関係ない。でしかも強度もあるから結構その辺は関係なく洗濯ガン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 しちゃえるっていうところがいいところになってくるんじゃないかと思います。唯一洗濯をいっぱい繰り返して劣化しやすいところっていうのが一箇所あって、それ何なんかっていうと、この首のところ、この首のところはフリース地になってるので、これが少し洗えば洗うだけ少し毛玉が出てくるんですけど、この毛玉もすぐパンって取れるので、そこまで劣化っていうのがあんまないんですよね。でその辺が非常に多いお声で、あとそれがねやっぱ使いやすい、もう万能、言ったらまあゴアテックス使ってるから、まあ言うたってもう雨にも心配ない、風にも心配ない、これまあ二宮金次郎って僕言ってましたけど、雨にも負けず風にも負けずなんて言ってたけど、今思い出したけども、まあ、そういう風になってますので天候マジで関係ない。そしてなお、もっと一番多かった声は何かっていうと、3シーズン着れるんですよ。え、3シーズン、ちょっと待って、日本には四季が4つありましたね。春夏秋冬春夏秋冬なんて言ったりするんですけども、春は桜が綺麗だ、夏は海がいい、冬秋はもみじが綺麗だ、冬はスノボーに行こうなんて言ったりするけども、じゃあその3シーズン着れるんですけど、夏以外全部いけるんですよ。春は春でちょっと上着着て、例えばジージャン羽織ってこれとかね、まあこんな感じでちょっとデニムオンデニムしてるんですけど、まあデニムオンデニムだけじゃちょっと寒いから、まあジージャンの上にねちょっとレイヤーで重ねていくっていう感じにしとけば、天候も全然気にせずにいけるし、春の花見行こうかっていうの全然 OK で、ちょっと暑くなってきたりしたらこのジージャン脱いじゃえば OK なんで、ジージャン脱いでもうロンティーだけでサクッと着るっていうのも全然 OK やし、で夏はお休み、夏はちょっとこれ寝かしといてあげてください。さすがにこう4シーズン着たら服もかわいそうやから、ちょっと寝かしとくよと、ワインみたいにしとこうかっていうちょっと熟成させておきます。でその時風通しいところにしといてくださいね。でプラス洗濯してからじゃないと汗染みついた状態で干しててもどんどん染み出てきますので、ちゃんと洗濯して風通しいところに置いとくと。で夏はその回数休んどけよと、お前一回休んどけよ言うて、海パン履いて海に行っといてください。でそしたら秋になりますよね。で秋になった時にはさっき見たみたいにこういう感じでフリース着てますと。でフリースだけじゃちょっと風通すから、ここで風通らへんようにこうやって着てあげるという風にしてあげて秋が過ごせる。でじゃあ次冬どうするの。冬はさっき見たみたいにダウンを中に仕込んでいく、インナーダウンとかサンダージャケットとかぶち込んでいったら、それで冬過ごせるってことで、春秋冬っていうこの3シーズン過ごせるっていうのが非常に言っておこうが一番多かったです。まあ、なので、僕は個人的にはもう冬はダウンジャケット着ちゃうので、あんまりこうレイヤーってしないんですけども、人によってはいやもうマウンテンライトだけあったら全部いけるやんっていう人もいてらっしゃるので、こういうお声っていうのがね、非常に多かったです。あと一人いらっしゃったのが、タクゾーを思い出すっていう方もいらっしゃいました。マウンテンライトといえばタクゾーみたいなのを思っていただける方いらっしゃるみたいで、もうそれはもうマウンテンライトといえばもう買いに買いまくってますから、もうこれ手放した分も合わせると10着ぐらい買ってますのでね、それをすることによって YouTube で、マウンテンライトを検索したら僕しか出てこないような状態にしておいて、いつからもうどっから検索してもらっても僕がたどり着くようにしておりますので、それぐらいねマウンテンライトジャケットは一時ハマってて、まあ結局ここハマった後からいろいろ回ったら、もう最終マウンテンジャケット、要はラオジャケット行くんですよ。だからそれはもう行くのは分かってんねんけども、まあ、これはこれで楽しむところもあるじゃないですか。で皆さんね、それちょっと温かく見てあげてくださいよ。やっぱそれは僕らも最初の時があったように、初めてマウンテンライトジャケットにハマる人もいてるわけじゃないですか。で入門編で初めてハマって、わすごいいいやん、まあ、来年も買いたい、今年再来年も買いたいでマウンテンジャケット行って、おいおい結局マウンテンジャケットかいってなってくるじゃないですか。でそんな中ではみんなたどるんやけども、ちょっと僕らが早かったかもしれんけども、それよりもっと早い人もおるし、これから気づく人もおるから、みんなで温かくね、あマウンテンライトジャケットってこういうとこあったよね、こういうとこあったよねなんて言って、まあ、飲めたりとか、楽しくお話できたらいいかなと思いますので、今日はそんな感じで終わりたいなということで、本日はですね、マウンテンライトジャケットの知ってはいけない真実、むしろ知ってほしい真実というお話をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。